で5月13日です。今も3時、過ぎてます。午後の3時です。今日、雨降りです。雨降りで、元気が逆に良くなっている、バラさんたちです。結構大きくなりましたね。つぼみも結構本当にいっぱい出てきてます。やっぱりね、肥料だよね、肥料。うん、昨年はね、ちょっと肥料不足。今年はまあ普通に肥料をあげたのでいい感じでつぼみ育ってます。このバラさんもこんな感じで育ってますよね、つぼみ。これはルージュピエールになります。あとはこちらが、育ってきてますけども、これまだつぼみがないかな、つぼみがちょっとまだね、向こうはこの間ね風での葉っぱ取られたやつが新しい葉っぱを出してきたっていう、そんな感じです。あとここ、これはミニバラさんだね。ミニバラさん、あの先っちょの方に新しいつぼみ出してます。これも一回あの葉っぱが取られてしまったバラひろこさんで、こちらはルージュピエールは、つぼみ出してます。結構大きくなりました。このぐらいですね、まだ、あとはここら辺からミニバラさんです。これミニバラさんのつぼみここにあります。あとは、このバラさんはそれだけかな。あとは隣のバラさんもつぼみ、ほらちっちゃいけどね、ここあとこことここと3箇所つぼみ出してます。隣のミニバラさん、これはほら、同じようなところからね、何箇所も出てます。3箇所。あと、ここにもありますね。ここにもこれ、つぼみです。あとは、こっちにもあるのかな？こっちにはまだ、ちょっと見えてないな。あと、このミニバラさん、これピンクのミニバラさんです。おつぼみ結構大きくなりました。こんな感じです。あと、ここにもありますし、あと、向こう側の、どこにもあります。次その隣、こちらもピンクの、ミニバラさんです。ここに2つですよね。あとここにも2つ。こんな感じで出てます。あとここに1個。あと向こう側の影に、見えますかね。向こう側の影にも1個ついてます。やっぱ肥料がちょっとね、今年、そんなにいっぱいは入れてないんですけども、普通に肥料をあげたらもうやっぱりこんな感じで育ってます。ここにもつぼみこ出てます。こんな感じですかね。この一番端のミニバラさんもここにつぼみ、下にももうつぼみ出てます。こちらもですね、この上につぼみが出てます。こんな感じです。あとはこの間から見てたバラさんなんですが、上葉っぱちょっとの風でねもぎ取られまして、いやダメかなと思ったらね、下からシュート出ました。シュートが出てきてますのが、これ下が根っこからシュートが出てきてます。こうなるとねいいんだよね。あともう一つ同じく、これ三枠さんの挿し木したやつなんですけども、上からねあまりいいのが出てなくてですね、未だにこんなちっちゃいんですけど、ほら下からシュート出てます。根っこからシュートが出てきてます。これこのまま育ってくれると思います。楽しみにしてます。あとはこちらのピンクのミニバラさんですね。この皆さん、あ、挿し木か、挿し木じゃちゃったかな。あ、うちのあの角のピンクの大輪の、バラの挿し木ですね。私いたずらしてやった挿し木に抜いたやつなんですけど、これも一回葉っぱ取られまして、どうなるのかなと思ったらまた、復活してきましたので、これも大丈夫だと思います。あとはなでしこさんの仲間さんです。このぐらい大きくなりました。今年咲いてくれるのかなと思いますけども、楽しみにしてます。あとは、こちらの方の、こちらのクレマチさんだね。クレマチさんもこんな感じでですね、相当ね葉っぱ出てきてます。ほら
壁面これ全部クレマチスさんで、それとクレマチスさんの中の一番一番星ある手前にあるあのなんだ白前さん、一番こっちのね手前にある白前さんのこれつぼみです。これ白前さんのつぼみ、ほらこれ花芽、花芽ですね。花芽が出てきてます。これも花芽ですね。白前さん花芽が出てきてます。とその隣のですね、テッセンさん、テッセンさんはねまあなんとかね、育ってはきてますけども、まだつぼみっていうのはまだないですね。あとその隣にある一番大きい、プリンセスダイアナさんはねまだつぼみまだ出てませんが、ただ一番上までも行ってます。はい、こんな感じでもうちょっと伸びると思いますけどね。こんな感じで大きくなってます。あとはその隣の、こちらの方が牢口さん。牢口さんはね途中からいろんなあの枝を出している。本当はこの2本ここの上まである、これこれですね、これこの2本が親のつるなんですけども、その手前からねいっぱいこうつるが出てきてまして、これもそうなんですけども、なんかね何本もなって育ってきてます。これはまだつぼみありません。それとその隣にあるこれが言ってましたテッセンさんなんですけども、テッセンさんの方についてはねつぼみ出てきてます。ほらこれ花芽、これテッセンさんの、花芽です。テッセンさんの方が先にちょっと咲いちゃうのかもしれませんね。こんな感じです。それと、こちらに持ってきてますバラですね。ルージュビエルドロンサーさんのバラ、ルージュピエールはね実はね前に言いましたけど親株はダメになりまして、これが私挿し木して、置いたやつの一鉢ですね。まあ全部でよ今4つあるのかな、4つあるうちの一鉢、これが一番いいいい感じでこうつぼみもこんな感じになって、もう割れてきてますよね。これねもう割れてきてます。ほらもう間もなく咲くかと思いますけど、こんな感じのつぼみになってます。これがね育ってくれましたら下にまた植えたいと思いますけども、こんな感じでルージュピエルドロンサルさんも大きくなってます。隣はミニバラさんですね。これミニバラさん、これも結構ほら大きくなってますし、ちっちゃいこうつぼみがいっぱいついてます。こんな感じです。下のこちらの方のミニバラさんも同じようにね、花のこう何ですか、この茎の一番上にいっぱいこうつぼみがついてます。ほらこれ全部つぼみです。ここにもありますけど、これ全部つぼみ、こんな感じでね、育ってます。これもミニバラさんです。あとはこれわかんない花がこんな大きくなってきてます。今15センチから20センチぐらいまで大きさになりました。それとこちらの方に来まして、こちらの方のですね、オステオさん。オステオさんね、なんか、これもうつぼみいっぱい、ほら、これもつぼみだと思うんですよね。つぼみついてきてるんですけども、なんかね、その一番端がね、いまいちなんだよね。サニーフリップスってね、ちょっと変わった葉っぱなんですけども、いまいちちょっと葉っぱのね、もう色もおかしいよね。こんな緑じゃないもんね、ちょっと黄色いんで心配なんですけど、こんな感じで育ってきてます。ガザニアさん、ガザニアさんの方はねまだ花芽出てないけども、葉っぱがすごい状態になってます。葉っぱがねこう突っ立ってきました、葉っぱが突っ立ってきまして、多分下の方から花芽がもうそろそろ出てくるのかなと思いますけども、こんな感じです。あとはカーネーションさん、カーネーションさんも良くなってます。一時ね小さい鉢だったんでちょっといまいちだったんですけども、鉢増ししたらねやっぱり違いますよね、全然元気良くなってます。あとこちらの方のミニバラさんです。ミニバラさんこちらの方もつぼみ上の方に出てきてますね。
こんな感じで、今年はいっぱい咲いてくれるのかなと思います。あとはこの間ね、1週間ぐらい前にすごい突風吹いた時もあるんです、あると思うんですけども、すごい突風吹きまして、実はこのバラひろこさん、これはここ、ここからですね、折れてしまいました。でも、ぼっきり折れたんではなくて、なんて言うんですか、もう、半分ぐらい折れたみたいな感じ。確かにね、上がちょっと重たいんでね、どうしてもそんな感じなのかもしれませんけども。こんな感じになってきたんで、多分根っこに負担がかかってしまいまして、突風の時に半分折れました。で、今、ちょっと支えを2本つけて、やってますので、なんとかね、あれから1週間経っても葉っぱがね、枯れてるとかそういうのはありませんので、多分このまま、咲いてくれるのかなと思いますけども、まあ、危なくもう本当に泣きを見るところでした。もう、折れ落としてしまったらもう本当にね、妻に怒られちゃいますんで、なんとか、助けることができたような感じなので、安心してます。あと、隣の設楽ひろこさんの方もですね、勢いよくなってきてまして、つぼみが出てきてます。先端に3つ。いや、4つか。4つぐらい出てますね。今年4つ咲いてくれると思います。あとは一番端にあるロマンティックアンティークさん。これも結構つぼみが大きくなりました。こんな感じです。これですね。こんな感じです。結構大きくなってきました。もう綺麗に咲いてくれるかと思います。まあ、ちなみにこの折れてしまったバラひろこさんもこんな感じで、すごいつぼみ大きくなってます。いつもね、大輪のね、ピンクのバラを咲かしてくれるんですよ。これ本当にいいバラを咲かしてくれるんで、本当に、もう今年は、もう泣きを見るところだったんですけども、本当助かりました。あとは、パキフィズムさん。花芽。あ、パキフィズムさんもほら、これ、花芽出てます。これ、パキフィズムさんの花芽。最近ですね、出始まったの、これ。今までなかったんですけどね。うん、出てきましたね。そしてその仲間のパキ、多肉種の仲間なんですけど、ほら、これ花です。うわ、綺麗ですね。これ花ですよ。うん、これパキフィズムさんの仲間の花です。咲いてくれました ね、よかったですね。こんな感じです。あとは最後にこの辺までいっぱい咲いてくれました。楽しませてくれましたクリスマスローズさんです。葉っぱもすごい、生い茂ってきてます。順調に育ってます。ただ心配なのはこの鉢、2鉢ですね。これちょっとやばいかもしんないね。根っこはね、全然リンとしてたんですけども。いやー、これほんとどうなるのかな。葉っぱ出てくれるといいんだけどね。新しい葉っぱ。ほんとお願いしたいっていう感じで祈る思いです。こんな感じです。撮影終わってからですね。本日、ちょっとこう、肥料の方。追加しました。バラさんすべてに肥料追加しました。こんな感じでこの肥料がね一番なんかいいみたい。いつものバラさんの元気さじゃなくても相当いい感じで、つぼみもこびた出てるんで、やっぱこの、まあ、溶ける肥料、固形肥料、これが一番いいと思います。こちらクレマチさん、こちらのバラさん、オステオさん、あとは、ガザニアさん、カーネーションさん、クレマチさんとバラさんですね。これ全部すべて肥料あげました。これ2度目の肥料です。今年2度目の肥料。1度目はね、いつだった、3月かな。3月に一度肥料を入れまして、今3、4、5月ですか、2度目の肥料を入れました。まあ、小さいね、ティースプーンで本当に小さい鉢でしたら1杯ぐらい、あと、まあ、このぐらいの鉢でしたらね、ちょっと1杯半ぐらい
入れてます。あとはまあこのバラひろこさん、こちらですけども、こちらに関してはね、だいたい本当2杯近い、量で、肥料の方を与えました。こんな感じです。もちろんこのクリスマスゾウさんには与えていません。これはもう肥料を与えちゃダメみたいなので、これはもうこれで終わりです。